お疲れ様です。お疲れ様です。福岡市博多区天山町ですよ。あ、そうですね。あのもうここいつか紹介しなくちゃいけないと思ってた名店ですね。もう、あ、そう、はい、もう中島さんも絶対行ったことがあります。マジで、はい、もうそこの先ですよ。え、そこの先、はい、もう一本通り行って右に曲がったら、はい、そうブラジレーロの角から右に曲がるってことですか。だったと思いますね。うわうわ、いや紹介しておかなきゃっていうか、はい、俺怒られると思いますここの大将めちゃくちゃいい人だから。いやいや怒られるっていうのは、うん、あの同い年なんですよ。あ、そうなんですね。それでなんで来ないんだって。あ、なるほどなるほど。いうので怒られると思います。あ、いやあ、ここですね、ここですね、割烹吉田、はい、ここは、うん、あの福岡といえば鯛茶漬けの、うん、鯛茶漬けの一番有名なお店がここなんですよ、うんうんうん、福岡といえば鯛茶漬け、うん、その一番有名なお店、うん、いやー、あのもともと天神にあったんです。それがあの、まあ、天神ビッグバンでね、うん、いろいろこう建て替えるっていう時に天山町に引っ越してきたんです。さあ、うん、そう、来ました来ました、名店吉田。これあ、並んでらっしゃる。うわ、あ、これ、あ、これですね、出た名物タイちゃん。あ、これですね。大丈夫かな。いやいやいや、おかみさん、いやもうさおかみさんにこう怒られるっていう。あ、大将来た。あ、大将、あ、すいません。いやいや、大将、びっくりした。中島さんって言うから、うちの女の子は仲良いじゃないですか。そうなんですよ。いや、実はですね、大将来た。僕 YouTube もやってんですよ。知ってますよ。見てますもん。それで、もう、で、もうご挨拶に。伺えればなと思って普通に。あの、え、もしあれたんですか食事。いやいや、だから今から、ああ、今からいいですか。いや許可を取らないとって。あ、全然全然、もちろんもちろん大丈夫。よかったです。いやこのだから、あ、鯛茶の2倍と、うん、天ぷら定食。いいいいいい、じゃあそれでお願いします、うん、いやというか急にいいですか。大丈夫です、はい、よかったすごい、うわ、大将すごいお店に。いやでも一度天神の頃よりも狭くなったんですよ。あ、そうですか。席数が半分ぐらいになってるんですよ。え、席数半分になってるんですか。 約半分ぐらいになってるんですよ。でもあれですよね、いずれまた天神に戻るんですよね。そうそう、2年後にまた戻ります。だからここは今天山町ですけど、一応吉田はやって、まあ、割烹吉田やってますけども、また天神に戻るための仮の店舗。でもここはここでやりますよ、ずっと。あ、もそういうことですか。もともとここ支店があったんですよ、当然。へぇ、うわ、来た。20年ぐらい前に支店があって。うわ、来た。ちょっと映すだけ、映すだけ、楽しみ、楽しみ、映すだけ。うわ、いかがつく、美味しそう。でも食べられたんです。これ食べられた、食べた後。いやいや、いや、でも食べた後で、ここを天ぷらとか塩焼き。今から天ぷらになるんだ。だからここにうわーって乗ってたんだ。なるほど。うわ、美味しそう。あ、すいません、失礼します。うわ、すごい。額個室だよ。うわ、ありがとうございます。でも言ってみりゃ中島浩二チャンネルの名店シリーズですね。そうですね、もう間違いなく名店中の名店、はい、で、その言ってもうちの番組っていろんな飲食店行ってる中で、福岡の人がもうみんな知ってるから、意外と名店中の名店って紹介してないんですよね。で、先日も心身紹介しましたけれども、やっぱここはね、やっぱやっぱ福岡の鯛茶といえばっていう全国区にした店ですよ、うん、そうですね。なんで全国区にしたかっていうと、もう来るミュージシャン、来るミュージシャン、レコード会社がここの鯛茶を
もうミュージシャン食べさせて、でミュージシャンが東京帰って、いやー福岡に行くんだったら吉田の鯛茶食べた方がいいよっていうことで、うんうん、ね、だからラーメン、もつ鍋、うどん、そして鯛茶っていう、やっぱそういう文化にした店ですからね。どうですかこれ。あー来ました、あー来ました、あー来ました、あー鯛茶、鯛茶に、おひつのご飯がまたツヤツヤしてて、最高ですよね。あーいいですね。でこっち天ぷらも来てます。うわうわうわ、ちょっとさ、セットも来てすげーセットになってる。もうちょっとまず、あーまずまずね、あーいいですね、ご飯をちょっと、あーいいですね。こういうところではね、ちょっと上品に継ぐっていうのがいいんだよね。で、この鯛茶、あー美味しそう。このね、タレに漬け込まれた、ほんと美味しいですからね。めちゃくちゃうまいんすよ。ほんと美味しいですからね、これをね。いや、あーそう、まずは茶漬けにせず、そう、そのまままんま、いや、うまそう、まんま乗っけて、うまそう、これが最高なんですよ。これはうまいよ、これはうまい、うわうまそう、うわうまそう。こうしてちょっとこの、ではこれぞ福岡名物、いきます。早い全然違う。めあのさ、やっぱこれ何度も食べてますけど、うん、初めて食べた人やっぱ驚くよね。わ、うん、かる。めちゃくちゃうまい。わ、うん、かるわかる。確かにここの鯛茶違うんだよな。違う、うん、全然。何が違うかというと、まず鯛がプリプリなんですよ。めちゃくちゃ美味しくって、うん、でそれにこのごまの漬けだれね、うんうん、これがめちゃくちゃ美味しいんです。いやこれすごいぞ。で2杯目茶漬けにします。これからが神髄なんですよ。はい、ここからが一応本当に鯛茶漬けになりますね。はい、茶漬けになります。はい、やがく、いや美味しそう。そしたらわさびをのっけて、うわ絶対うめえよ。でここに、うわ美味しそう。ちょっとねこう色が変わるんですよ。あ、本当、はい、あ美味しそう。もうちょっとだけごまだれを、ごまだれをさらにちょっと、なるほど、うわ美味しそう。で、これをね、サラサラっと、あー、うまそう、絶対うめえ。さあ、そして流れがすごい。エビもさ、っていうか天ぷら贅沢すぎるでしょ。エビだってこんなでかさですよ。こんな贅沢なランチある？これを天つゆにつけて、あーいいっすね、よし、いい、いやー美味しそう、あー美味しそう。もうさ、エビもさ、もうプリプリ具合が全然違う。さあ、そして吉田のとんかつ。おお、初めて。ヒレカツです。形見ではわかりますよね。これをソースにつけて。ガク。これは、うん、
かと僕ら月年間ですか、もう月でも1日でも、もうだいぶ、まあ、こっちに来て客数的には少なくなってきたんで、天神の頃は一番多くて4本年間、いやいや月の、嘘です、月に4キロ、こっち側でも月やっぱそれぐらいは使って2トン近くは使ってるんだよ、2トンぐらいは、すごい、素晴らしいな、しかもいただいちゃいました、あげてもらいました、これね、タイだし、あー、いい、はい、あのタイのだしなんで、もうお湯で割るだけですっごい美味しいスープができる、それとあ、ポン酢、あ、美味しそう、とにかくね、もうやっぱタイ茶漬けってね、まあいろんなところありますけど、やっぱり吉田のタイ茶はすごい。